めめまままししておでとうございす多分去年の8月あってんすよ一回大人もね我々ゴスペラーズと美和さんがカップリングでやらせていただいてそしてそこにサプライズとしてはいあの時だからクレイがちょうどあれ「気まぐれ」の「やめる直前やめたね「た」直後直後。 やめてあ<ー>多分二23週間後ぐらいじゃないですか。ああ<ー><う>ちょうどねそういうだから懐かしいねなんか旅立ちの感じだったんだよねなんか<う>まだレコーディングしてないけど新曲ありますとか言ってこう結構それをね聞いてるファンの子が結構感極まってんの見て、はい、こいつずるいなとか思って見てた <laughs> <laughs> もうだってあれ三十 俺はもう今年もう三十六ですよ。六、ああ、はい、もういいとこね、あのー、いい年だってきましょう。山を降り始めるとこよ。<う>いや、もうね、本当にね、最近体力の衰えを。すごい、ね、な。筋肉痛がね、二日後ぐらいに来るんですよ。もうそれきてんの?。もう来てます。僕さ<い>、ししどう。それでいいの、僕さ。<laughs> いや、もう本当にね、やばいっすよ、もう、だから年々。 走れたはずが走れないとか<ー>動けたはずが動けないとかどうなってくるんですかねだから俺は無理やり40を超えてやっぱ30代後半は全くダメだったから体を本当にそういう感じはい、はい、で忙しさも変わらない、まあ、忙しいし、ねね、だからやっぱ40を超えてから無理やり運動をするようにしてる、はい、えそしたら戻ったんですか体力はある程度戻ったあ戻るんだ、うん、ある程度戻った えじゃあ普通に例えばなんか走ったりしても普通にいける、うん、あの過激じえいけるようになったあの一時は完全に落ち込んでたけどでもマラソンやるんですよねマラソンやるやるまあ年に1回だけどねだってさっきどれぐらい言ってましたっけ いやタイムはい言っとき <laughs> タイム言っとこうよタイム言わないとそれどれぐらいか分かんないじゃんタイムは小袋の小渕ぐらいだよそれめっちゃ早いじゃん <laughs> 小袋の小渕ぐらいいやそれこれ聞いてる人が小渕さんがどんだけ早いか分かんないだろうけど <laughs> だってめっちゃだって早いっすよ小渕だってアンバサダーだからねいや大阪マラソンのまあ、ね、練習してんだやつは、えっとだってさその3時間台って行かないですよ普通。 最近さ、日本の四十代の記録がどんどん上がってんの。三時間台早いって昔言ってたでしょ。はい、今ね、三時間台ねバンバン出てんの。マジですか。これそのネット社会だしさ、情報がいっぱいあるから、はい、こういう練習すればいいんだっていうのをみんな知ってんだよね今。え、どういう練習するんですか。走るっていう、毎日走るっていう以外で。 でも走るだけどその走り方のこととかちゃんとただジョギングしてるだけじゃなくて早く走る日遅く走る日とかメリハリつけるとかさそういう情報を持ってる人が多くて俺も持ってるんだけど <laughs> <laughs> だって3時間ってことはそうですよねいろんな情報を得てそうそう結構ちゃんと練習すると3時間台って結構出るんだよね。 うん、いや出ないでしょ。そうなんだじゃね。出ないでしょ。いやすごい出てる出てる。もう今年<ジ>今年の上半期四十代の三時間台出まくってんだもん。俺俺ギリ五時間切るぐらいなんですけどどうしたらいいっすか。<laughs> <laughs> 俺しかももう走ってるとなんか普段痛くならないよところが痛くなるんですけど。いいじゃん瞬発力系なんだからやってんのが。いやまあそうですけどね。いいのよ三分間をかける十行けばいいんだよ。いやーそれもきついな。 俺もだって浪人時代ボクシングやってたからさそうなんだそう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 だけだだよけどやっぱ憧れあるよなボクシングはこの間あれなんですよ村田選手金メダル村田選手のデビュー戦の相手が東洋チャンピオンの柴田選手と軽くスパーリングってマスボクシング であの柴田選手当然ねその村田さんに負けたから、うん、その印象的にやっぱ村田さん強いね柴田さんそんな強くないのかなっていうふうな印象があるじゃないですか世間的で <laughs>、ねうん、それでやってみたらいやー <laughs> いやーってなりましたり前じゃね。 それはあの <laughs>、はい、ウサイン・ボルトとジャスティン・ガトリンみたいなのさ「<laughs> いつも勝つのはボルトだよね」とか言ったってさ <laughs>、まあ、世界で2番だよみたいな話だろそれはでもねすごい俺的にはマスボクシングってねでっかいグローブはめてやるんだけどでも怖いだろう<う>怖,い怖いしあのー、やっぱり目の前に立つとその立ってるそのフォームで、うん、あこいつやるなって分かるみたいなことをよく言うじゃないですか、うんあのね、圧が。 圧がやっぱあるそのさ、はい、圧を感じさせないプロボクサーなんているのかよはね <laughs> <laughs> やっぱりあの本物中の本物っていうのはさーーいるんですよ、まあ、でも忙しい合間もそうやっていろいろあれだね体を動かしたり遊んだりするんだねやっぱ、ね、まあでも一応あのやっぱ動かさないとどんどん衰えちゃって、うん、で衰え切った後にもう一回やろうと思うと。 やっぱりなかなかできないじゃないですか。だから一応行くようには。うん、でいいあの切り替えになるし、うん、やろうとしてますけどね。そういうあれでしょ。有能なビジネスマンみたいなあの<う>ライフスタイルを作ろうとしてんです。まあ、忙しいほど。まあそ,まあ、そういう方向かな。<laughs> <laughs> <laughs> そですすいません。